そう、今日はですね、まあ、カンテレホッとするわの配信があり、あ、放送があり、あと BS 吉本の、教えてスタートアップの放送もあり、見てくださった方ありがとうございます。始めます。はい、はい、あ、横に一緒にロケ行った原さんがいるこんにちは。こんにちは。こんにちは、カポ。こんにちは、カポン。スタンプ便利、うん、使ってくれてんの、うんうん、NMB48 の LINE スタンプ、うんうん、メンバーしか使ってない説、うんうん、皆さん LINE スタンプ使ってますか？もう私たちやり取りするとき全部 LINE スタンプで、うん、ね、返事とかにね、ピロピロが意外と使える意外といいでしょあ、でもそんなことないよって、ありがとうございます。あ、便利便利便利。あとおやすみーきーも使う。あ、ねえ、ね、かわいいあ、使ってるって方、よかったら皆さん NMB48 の、あ、あ、誰の、なんでこうやって修羅場、髪の毛お疲れ様でした。今はね、水田しおりさんが髪の毛を垂らし、それに上西玲さんが怒るという焼きもち現場でした。かわいい。お、嬉しい、いっぱい、ありがとう。ピロピロ、よかったらね、 NMB48 の LINE スタンプがチーム NMB2 あるので、よかったらいろいろ使ってみてください。ありがとう。私はね、こんにちはかぽんと、オーマイガー、オーマイガー意外と使えへん。オーマイガーみんな使う。オーマイガー使ってください。あと何だっけ？たい焼き、ありがとう。いろいろ使ってみてください。意外とね、色がね、もうだいぶと抜けて。全部持ってる。でも黒いな、こうやって見たら。たい焼き食べたくなってきたな。緊張しました。なんか空いてきたな。朝からずっと。調べる時の言葉を考えて、焼き焼き焼き、髪色遅いになりました、はい、そうな、でもなかなかなんか使うタイミングがないよね、こうおたともファンの仲間とか ね、あるけど、オーマイガーよく使ってる。お、伝わってたら、はじめまして、プロスピはやってますか？プロスピちょこちょこやってる、もう雑魚やけど。ゲームはできる。え、そうなの？ゲームね、なんか最近この夏やりたいゲームが多すぎてめっちゃ混乱してるんよね。ちょっとあの、私がやってる YouTube のゲーム実況のお知らせだけ今させてもらおうと思うんですけど、今週の土日にバイオハザード RE4 をクリアまでできたらいいなと思ってます。それでね、ファイナルファンタジーの16が今月の22日に発売されるんで、それをちょっとやりたいなと思って、今日から体験版か。ちょっとだからファイナルファンタジーまでに絶対バイオを終わらせようという。バイ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 、お疲れんぼう。なんでお疲れんぼう。お疲れはい、ということで配信いっぱいしていこうと思います。 FF ね、7のリメイクしかやったことないんですけど、それがめちゃめちゃ楽しかったんで、ちょっとバイオハザードもやりつつ、あとはあの、今日2列目出てこへん、出てこへんめっちゃ叩いてる。ちょっとゲームの名前が出てこなくて。なに、太鼓の達人。あ、違う、あ、違う、何だっけ、ストリートファイター、うわー、パンチ、パンチがありがとう、まあ、あのストリートファイターは、まあ、ちょこちょこね、ゆるゆると続けていけたらいいかなと思ってます。ありがとう。確かに太鼓の達人。来てくれるの明日。ストローク、スト6、ストローク。3月ギリギリで FF7 の最新ムービー見た。おめでとう。よかったよかった。そう、見るも、まあね、やりたいゲームが多くて。このマンモスです。パネルの、あ、はい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 、戦ったピロピロしたやつ。ありがとう、くまちゃんもハート。
ありがとうございます。野球のゲームやったことある、はい、よ。オリックスさんのゲームやってます、ね、クリアして、カードゲームやってる。明日はね、劇場公演がまたありますので、よかったらハートっていうかこの見てください。正方形が止まってる。お、ありがとうレイタン。レイタンからトマちゃん、ありがとうございます。ありがとう、もらったよ。甘い。うん、2日でクリアできるんやのか。まあ5時間もできる。土曜日はでもね、夜遅いからあんまできないかもやけど、まあまあまあ日曜日は5時間ぐらいはできたらいいなと思ってます。土曜日はね、神音に出演させていただいてるので、そう、今週土曜日、読売テレビさんの神音出演させていただきます。お楽しみに。これね、ビフォーディエットでアイドルメドレーをして、なんと恋愛レボリューション、ラブレボリューション21もしますので、そう、それがじゃあ何時、生放送何時に放送終わるのかよくわかんないから、もしかしたら土曜日はできないかもしれないんですけど。あ、そうなん、これ土曜日、そう、いろんな曲歌わせていただくのでお楽しみに。今日までの気がする、いやね、買い取ったもん今日まで、急いで急いで、今週日曜はもう丸一日昼間からやろうかな。10時間やったら2日あれば終わるもんね。ハートもありがとう。何の撮影ですか。1日10時間やったら1日あれば終わるからね。1日24時間あるので、1日は24時間あるので、月刊タイガースさん、やればできる。カレンタル女子と話したよ。マジやればできる。なんでいいのって言ってくれなかったのかな。おー、お疲れ様でした。バイバイ、大好きです。バイバイ。嵐のようにね、いろんな意味ですごい状態でいった、ね、でもちひさんが乗せてくれた。まあまあまあ、配信とかはまたね、見れないよって、長くて見るのしんどいよって方もいると思うんですけど、そういう方はアーカイブとかでちょっと見てくだされば嬉しいです。ちょっとでもやばかったら、まあ5時間ぐらいまでにしとくかもしれないんですけど、頑張ります。でも皆さん素晴らしいパフォーマンスをされておられるので、どんどん発行しになってます。もうみんな好きです。スクショタイムにバリまばたきするやつ、嫌がらせ。お疲れ様です。今日もね、あ、どうもありがとう。あら、行くべしだ。お腹空いたな。行くべしって文字見たらお腹空いてきたな。また寂しくなりますね。ねえ、本当にそう、寂しいけど、今日もね、お家帰って YouTube の配信しようかなと思ったんですけど、もう10時なので諦めました。しばらくやってないし、あってない。明日はでき、水曜、水曜もなんかね、配信があった気がする。できたら水曜日とかにやりますね。すごく可愛くてお気に入りなので、風船いっぱいついてて、すごい嬉しい。授業したのね。そうですよ。そう、難しいね、配信する日って。あれ買ってたの。そう、クールあんまね、なんか全然夜にやってもいいんやけど、見る人も大変やろうし、あとあんま夜に画面見るとブルーライトで寝れなくなっちゃう。プレイを見るために教えしてます。ブルーライトめっちゃ気にしてるんですよ。だからもう推しっていう、もう夜できるだけスマホを見ないようにして、もう今もね、もうブルーライトがあって、巨人の感じなんですけど。こんばんは、お疲れ様でした。キャップ服確かに
キャップ服やあんま聞いたことない言葉あれ生誕ってこれ生誕って買いやがった。やろやろ、見たもん。カレン今日朝からお昼のツイート、そう今日は、まあブルーライトカットメガネを買ったんやけど、コメント拾ってもらえないから辛い。見とるで、コメちゃんもちゃんと受け取ったし、ありがとう。アニメはいつ見てるの？アニメは移動中とかかな。そうな。でも今本当に今期全然アニメ見てなくて、今見てるアニメがスキップとローファーっていうアニメが一番ハマってて、それはすぐ見てて、あとはドクターストーン、ハートもありがとう。ドクターストーンやっけ、うん、うん、読んだでさっき、ありがとう。食べまごさん、でもそれぐらいかも、すぐ見てんのは本当にそれぐらいかも。推しの子見てないんよ、まさかの。なんか漫画で読んだからいっかって見たいなと思いつつ、ちょっと見るタイミングを逃し逃し、あれも見た、あのガンダムの水星の魔女も見たいアニメがあるんですけど見れず。山田くん見てる。山田くんが超好き。山田くんとレベル999の会話をするっていうアニメがあるんですけど、ちょっとあれ良すぎて漫画読んでて、最近それで少女漫画にめっちゃハマってて、ツイートで知りました。皆さんぜひアイドルファンでさゲットしてください。しんどい。あれもうキュンキュンしちゃって、何のときめいてるの隣でちょっと最近ハマってる少女漫画思い出して、うん、あらときめいてはる。キュンキュンして足バタバタさせてた。もうね、最近ハマってんねん珍しい。ポッチャが少女漫画とか全然読んでこなかったんけど、22歳にして、はい、初ときめいてしまったらしい。そう、なんかそういう恋愛映画とか見たくなってる。いや、どうしちゃったの、ポッチャが春が来てん、ときめいてる。やばい。またおすすめ教えてもらおう。そう。いいですね、それは。山田くんとレベル999の恋をするっていうアニメがめっちゃいいからおすすめです。カレンちゃんのルームの皆さん。漫画もある。すごい。そう。そうなんや。今やってんの。ずっと見てるんですか。ずっと見て、毎週楽しみにしてる。ときめいてる、まんちゃんが。みんな珍しいよ。珍しい。珍しい。落ち着こう。いいな、そう、大事。大事です。それはいいこと、趣味って大事だからね。そう。私は少女、おすすめの少女漫画あったら教えてください。確かに。ハートもありがとう。チーム大好き、嬉しい。本当にね。ありがとうございます。本当に少女漫画読んでこなかったから人生で。ジャンプとか少年漫画ばっかり読んでたから、なんか今になって、大阪行くの目標って6月中です。今になってね、キュンキュンして雨の日多いからね。映画とかも見たくなっちゃって、今一番見たい映画が花束みたいな恋をしたっていう恋愛映画を見ようって決めてます。ちょっとオリックス見に行くぐらいです。なんかそういうさ、世代みたいな、なんやろ、流行ってるものとか世代なものとか全然通ってこなかったから、全然わかんないんやけど、いいよね。キョンキョン、ありがとう。あと最近見た映画もある、めっちゃ良かった映画があるんですけど、それはまたいつかお話しします。キョンナーとの会からもう一週間ということで、皆様ありがとうございました。最近見た映画あんのよ、めっちゃ良かったよ。これ流行るなっていう映画が。そうやな、そうやな。いつでも来てください。あと最近如月駅っていうホラー映画を見たんですけど、ロケ地が私の写真集の愛される予感と一緒すぎて笑ったんで、よかったら。すごい、でも明るいホラー映画、あんま怖くない。如月駅見てみてください。それではランキングを読みます。
13位からビンさん、キジタさん、アルダさん、チャタロウさん、アカタン、シンシグさん、コウさん、アメシバさん、ラグーンさん、ノブタロウさん、マコさん、ジェイソンさん、タカフミさん、ありがとうございました。またちょっとハマってるものとかはモバメとかルームスで勝手に語らせてもらいますので、よかったら私のメールとかファンクラブサイトとかも覗いてみてください。それでは皆様ありがとうございました。おやすみなさい。